みんな、3月10日、これやばいんで、えー、ぜひとも高評価お願いいたします。さあ、前回の続きです。プロモーションリール2024。 最新情報ままとめやっていきましょう、えー、今回は新編開幕ということで、えー、柱稽古編そして無限上編に関する最新情報を、えー、お届けしていきたいなと思うんですけども、えー、まずはですね柱稽古編の最新情報から見ていきましょうさあ今回ですね柱稽古編の放送日が決定しましたということで 2024年の春から放送開始、全国富士テレビ系列にてとなりましたね。いや、今回僕のヒーローアカデミアとまんま同じということなんですけども、いや、春から放送嬉しいです。うーん。まあ、刀舵か,からのね、あれを比べるとだいぶ早いんじゃないかなと思いますね。うーん。え、ちなみに春とは言 いつなのかということなんですけども。まあ 一般的には3月から5月のことを春と言いますね。なので、3月から放送の可能性もね、全然ありますね。さあ、そして今回、柱稽古編はですね、なんと初回1時間スペシャルが確定ということで、や、第1話が毎度のことながら60分拡大なんですけども、 まあね、今回柱稽古編そんなに長い編ではないので、そこまで拡大して大丈夫なのかなっていう感じではありますよね。では、予告 PV で解禁された各キャラクターたちのデザインをね、えー、見ていきたいなと思うんですけども、えー、まずは渦ずい天元でございます。 さあ、今回ねえ、柱を引退した渦井さんのえデザインなんですけども、まあ、だいぶ原作通りな感じがしてね、いいですよね。で、そして、え続いて、古町忍ということなんですけども、え忍さんのこのシーンは、中央会議のシーンなのか、 はたまた、かなおと会話をしている時のシーンなのか、物議を醸しておりましたね。で、そして続いてが、時と,と無と郎ということなんですけども、無一郎はね、刀事の時と比べて、だいぶ落ち着きを取り戻してきたんじゃないかなと思っております。 さあ、そして続いてが、かんろじみつりということで、まあ、相変わらず、本当に変わらなくて、かわいいですよね。で、そして、続いてが、いぐろおばないということで、イいぐろさんもね、うん、あまり登場がなかったんですが、今回から、だいぶ登場があるので、楽しみでございます。さあ、そして、続いてが、あ、ズガワさねみということなんですけども、サさねみはね、 今回、髪を切ったんじゃないかなと言われておりまして、だいぶキャラクターデザインがね、かっこよくなりましたよね。 で、そして続いてがあ、姫島行名ということなんですけども、え今回から大活躍するキャラクターね、うん、姫島さんということで、いや、私、かなり楽しみにしております。さあ、そして続いてが、あ富岡義勇ということで、え今回一番見たかった たんだけど背中を向けているということでね柱稽古編らしい姿が描かれていましたいやこっから富岡さんのね過去編に入っていくのでだいぶね注目となっております さあ、そして続いてが、かまどねずこということなんですけども、え今回ね、太陽のもとに、ルンルンなねずこが描かれておりまして、まあ、このシーンがね、なんか今後のねずこを強調していて、いいなと思いましたね。で、そして続いてなんですけども、かまど炭治郎ということで、炭治郎のこのシーンはね、富岡さんとの会話のシーンなのか、 またアニメオリジナルののシーンなのかっていうところも、まあ、だいぶねうん着目したんですがわかりませんでしたねはいということでえこっからはですねえ昨日発表された鬼滅のイベント情報を見ていきたいなと思うんですけどもえなんとですね2024年の3月の9日から10日で 鬼滅祭アニメ5周年イベントの開催が決定いたたししましたやったーっていう感じですよね。会場が幕張メッセホール1から3とイベントホールとなっております。え、今回ね、かなりでかくなっているので、いや、鬼滅祭、いや、めちゃくちゃ楽しみですね。うん。え、こちらのイベント、本当に神イベントとなって ておりましてまあ、柱稽古編の最新情報だったりとかさらに新作アニメのお知らせなんかもねあるんじゃないかなと思っております、えー、今回5周年ということでサプライズな最新情報がかなり期待となっております、えー、無限上編のお知らせも ワンチャンあるということで、鬼滅祭が3月に開催。いや、めちゃくちゃ楽しみです。さあ、そんな感じで、えー、続いてなんですけども、えー、2024年の5月の18日土曜日から、鬼滅の刃、オーケストラコンサート、鬼滅の奏で、刀舵の里編の開催が決定。 となりましたさあ、会場が東京ガーデンシアターにて、えー、開催ということなんですけども、いや、今回ね、イベントがめちゃくちゃ発表されたね。やばいね。うん。来年ちょっと本当に忙しいね。うん。さあ、そして、えー、こっからは、さらに、えー、もう直近のイベントなんですけども、えー、2024年の 2月の1日から USJ と鬼滅の刃のコラボが開催決定となっております。さあ、2月は映画も公開ということで、もう本当にパラダイスだね。うーん。 さあ、そして、今週12月の16日の土曜日からジャンプフェスタ2024ということで、朝の10時45分から柱稽古編ステージが開催決定となっておりますので、ぜひともご覧ください。他のジャンプ作品も、まあ、かなりね、期待となっております。はい、ということで、 アニメ関連のすべての最新情報をお届けいたしました。